日から新学期、ふぅー。嬉しそうだね、高田くん。だって、また西村さんと一緒に学校行けるんだもん。他のみんなにも会えるし。予告始まったばかりなのに恥ずかしいこと言われちゃった。それと、新学期は席替えもあるし、クラス委員も決めたよ。そのクラス委員決めで、思わぬハプニングが勃発して。いや、あれは歴史に残る戦いだったね。呪いを操る西村さんに迫り来る魔装ダークダンサー。大げさなんだから。実際にどんなことがあったかは本編を見てくださいね。あと、日野くんのお誕生日会もあったね。その時に初めて同じクラスの足立さんに話しかけられました。日野くんのことで気になることがあるみたい。